ステゴのザールを巣に運ぶスイーモルグザールは、ペルシアの女子誌、シャーナアーアメに登場する英雄。生まれた時から白髪だったので、ザールザルと呼ばれる。名門であるナリーマン家の出身で、父親はサーム。霊長スイーモルグによって養育されたため、英雄の血を引きながらも、魔の系譜にも属する。なお、彼の息子のロスタムは、ペルシア最大の英雄の一人である。ザールとルーダーベの出会い武将。 サームと高級の女性との間に生まれる。赤い方をした美しい赤ん坊だったが、瞳は黒かったものの髪も体毛も白く、この得意な外見を恥じた父、サームによってエルブルズさんに捨てられる。しかし、捨て子を憐れんだ霊長スイーモルグに保護されて、ヒナと共に育てられる。スイーモルグから、ダスターンエザンドの名を与えられ、言葉や知識も教えられて、 立派な青年へと成長する。やがて、自身の行いを悔いたサームは、スイーモルグの巣に不思議な青年がいるという噂を聞くと、息子だと悟って、会いに行く。これに気づいた、スイーモルグは、自分の羽の一本をお守りとして与えると、彼をサームのもとへ送り届けた。この時、サームは、息子にザールザルの名前を与え、以後、ザールのどんな願いも聞き届けることを誓う。 ザールはカブールを訪れた時、ルーダーベ・ビメに恋をする。ルーダーベ・ビメは、ジャオーザ・ハークの彦に当たる人物であったため、周囲の反対と試練を乗り越えなければならないことになる。ザールは司教らを論破し、また武芸を披露する。特に反対していたサームについてはザールを迎える際、ザールのどんな願いも聞き届けると誓ったこと。また、マヌーチェフル王もサームからの手紙と、 ザールとルーダーベビメの間に生まれる子供がイランを幾度も救う英雄となるという占いを聞き、最終的にはザールの結婚に賛成することになった。ザールとルーダーベの結婚を祝う盛大な縁の後、サームは自身が治めてきた王国をザールに譲った。ルーダーベの出産を助けるべく、スイムルグがザールに助言するやがて、ザールの妻ルーダーベは解任するが、 胎児が成長しすぎてひどい難産で母子ともに危険な状況となった。ザールは育ての親である霊長スイーモルグに助けを求めるべく以前与えられた羽を用いた。すぐにスイーモルグが現れて母親を酒で命定させてその腹を切り赤子を取り出した後に自分が教える霊薬を傷口にヌるべしとの助言を与える。これがペルシア発の帝王切開であった。後、 ロスタムと名付けられた赤子は大英雄と成長していくことになる。この後、ザールは息子である、ロスタムを助けたりする役回りでも活躍する。ザールの晩年は決して幸福なものではなかった。女奴隷に生ませた子で、ロスタムの異母帝にあたるシャガードが、ロスタムを殺害してしまったことから、最愛の息子を失ったルーダーベイは一時、乱心してしまう。また、イランの国王が代替わりし、 かつて、ロスタムが争って殺したイスファンディアールのイジバフマンが即位すると、ザールは捕らえられ、孫のファラーマルズは殺害されることとなる。こうして、ザール・ロスタムの英雄の時代が終わると、シャーナーメは、歴史の時代、すなわちサーサーン超歴代の王の巨衆を語っていく。16世紀に描かれた、ザールとスイーモルグ瞳が黒いと説明されている、ことから、アルビノというわけではないようである。 ロスタムがイスファンディアールとの戦いで重傷を負った際、ザールはスイーモルグを呼び、息子とその馬の治療を頼んでいる。ありがとうございます。